Welcome to Art Aquarium TV! 皆さん、こんばんは。金沢かおるです。さあ、今年も昨年に引き続き開催がスタートしました。このアートアクアリウム2014。今年も日本橋の三井プランで初日から大盛況に迎えています。さあ、本当にね、会場をご覧ください。たくさんのお客様がこんなに来てくださってるんですよね。もう本日はですね、この夏の風物詩となった日本橋のこのアートアクアリウム展、一部ではございますが魅力をお届けしていきたいと思っています。リアルタイムで生放送でお届けしてまいります。最後までお付き合いください。さあ、今年4年目を迎えたというこのアートアクアリウムなんですが、一体全体この会場にどれぐらいの方が入場したと思いますか？私調べました。実は累計有料入場者数が300万人を突破したそうなんです。おめでとうございます。もう本当にね、すごいとこ思います。300万人、だいたい夏の最大、サマーフェス、考えますと、まあ、フジロック考えると思うんですけども、フジロックでだいたい 3days で、14万人ぐらいですかね、動員数。そう考えるとリピーターのお客様もいると思いますが、300万人ってものすごいことですよね。そしてもうね、リピーターのお客様、何度も来てくださってる皆さんよくわかると思うんですけども、たくさんの作品が並べられています。そのアートアクアリウム、本当にこのアートアクアリウム、そしてモダン、それから和、もういろんな要素が入り乱れている、とてもクールなセンスのすごくグレードの高い、そんな空間なんです。今日もですね、本当に日本橋の街だけでも、粋な雰囲気を感じていたんですが、一歩三井ホール、このアートアクアリウムに入りますと、またまた異次元、異空間に突入するわけです。今日はですね、どれだけ伝わるかな、生放送でね、お伝えしていきたいと思うんですが、このいろんな作品の中にいる金魚ちゃんや今年は鯉なんかもいますが、どれだけのお魚さんたちがいると思いますか？うん百匹かな、うん千匹かな。というわけでこれも調べました。答えは珍しい品種も含めた約5000匹の金魚がこのアートアクアリウムにはいるんです。さあ、どんな風にね、お世話もしているんでしょうか。その辺もね、今日はこの生放送でお伝えしていきたいと思っています。そしてね、リピーターの皆様、今年も展示作品14作品、そのうち、日本橋初登場が2作品で、スケールアップした作品が1作品、それから新作がなんと2作品もございますから、ぜひね、初めての方も、そしてリピーターの方も同時にお楽しみいただけると思います。ぜひ足を運んでみてください。そしてなんといってもですね、今この時間ナイトアクアリウムに変化しています。そうなんです、アートアクアリウム展は夜19時からナイトアクアリウムに変化するんです。というわけで現在はナイトアクアリウムを私は楽しんでいるわけなんですが、だいたいナイトといえば素晴らしいパフォーマーたちがね、いるんです。豪華アーティスト、豪華パフォーマーがそれぞれですね、イベントを催しておりますので、ぜひウェブサイトでチェックして、大事なイベントをお見逃しのないようにお願いをいたします。そしてなんといってもナイトアクアリウムということは、お酒もたしなみたいですよね。このアートの空間、アクアリウムの空間、この異次元の空間でぜひお酒もお楽しみください。オリジナルカクテル今年もね、ラインナップされてますからね、なんとパンクラスのエナジードリンクを使った素晴らしいオリジナルカクテルができております。スイカということで夏らしいですよね。ぜひこちらオリジナルカクテルお楽しみいただきたいと思います。そしてもう一つは、今や人気となってしまいました日本酒の獺祭、今年も出ております。いろんな、ね、レストランでも品切れです、お店でもなかなかありませんと言われてしまっている獺祭、2割3分3割9分それから獺祭スパークリング、こちら毎晩このアートアクアリウムでお楽しみいただけます。そして毎週木曜日は獺祭ナイトということで、どんな日本酒の夜が繰り広げられるんでしょうか。そちらのナイトもぜひぜひお見逃しのないように、毎週木曜日です。さて、そんなわけでね、ナイトアクアリウム、そしてこのアートアクアリウム、今年も初日を迎えております。場所は日本橋の三井ホール、まだ来たことない方はマストルックでございます。絶対にお見逃しのないようにお願いします。
さてさて、後ろの大奥という作品になるんですが、もうこのアートアクアリウムの象徴といった作品ともなりましたよね。本当にこのようにして見ていると優雅で、そして何といってもね、この未来の感じもね、感じるわけですよ。和なんだけども未来感があり、そして優雅さがあり、本当にね、異次元という言葉がぴったりだなというふうに思うんですけども、全体的な空間もすべてね、素晴らしい総合プロデューサーがね作っておりますので、後ほどねご紹介していきたいと思いますが、ここでこの会場を初日から来ている2の来場者にですね、ちょっとインタビューをしてみたいななんて思っているんですが、ちょっと突撃すぎますかね、伺っていきたいと思います。それではすいません、あ、インタビューいいですか、ダメですか、インタビューいいですか、あ、そうですか。今日はどちらからいらっしゃるんですか。会社近くで。会社の近くで、はい、あ、そうなんですか。毎年こちらはいらっしゃるんですか。あ、去年もいらした。どうですか、今年いらしてみて。いや、いいですね。ねえ、なぜ去年も来て今年も来ようって思いました。いや、通り道なんで会社、だから。この空間を、あ、そうですか、もう初日から本当にありがとうございます。ぜひね、ゆっくりとお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございます。さてさて、そしてあちらにですね、外国から来たかな、外国人のお客様いらっしゃるんで、ちょっと突撃インタビューしてみますよ。 Hello guys, how are you? Hi. So you look great together. Couple? Couple?カップルですってですよね。とても美男美女なわけなんですけども。So, could you tell us your name? I'm Thomas. I'm Gina. Gina さんとトーマスさんという素敵なカップルです。Where are you guys from? I'm from Switzerland. Switzerland? America. America! ということで、アメリカのガールフレンドとスイス人のボーイフレンドという、ヨーロッパとアメリカ、すごいね、いいですね、異文化コミュニケーションカップルでございますけども。So, is it your first time in Japan or? This is my third time. Third time? 3回目だって、ジナさん。How many times? I have family in Japan. All right! I've been there a couple of times. ああ、じゃあね、ミックスでいらっしゃるとか言ったって、ご家族が実は日本人なのかなってことですよね。Mm-hmm. 日本で、ね、いらっしゃるということで、よくね、来てるということなんですけど。So, you love Japan, I guess? うん、いや。How do you like Japan? I really love Japan. It's really cool and it's really been fun. I've been studying Japanese here for a year and it's been really fun.もう本当にね、ジナさんも日本大好きで、3度目ということなんですね、今回。そして、なんといっても日本語を勉強してるんだって1年。ってことは日本語喋れますね、ちょっとね。さてね、アートアクアリウムにこのようにして来てくださってるわけなんですけども、アートアクアリウムは初めてなんでしょうかね。 Is it your first time to come to art aquarium? Yeah, first time? あ、それは初めてなんですね。 So, how did you find this place? It was a recommendation from a friend. 友達からね、口コミでいいよって言われて遊びに来てくれたみたいなんですけども、どんな感想を持ってるんでしょうね。 So, what do you think about the whole art aquarium or night aquarium? I really like it. Yeah?すごい気に入ってるみたい。Seen something like this before with like living animals and like the light effects and the music, so. もう本当にね、このようにして今生きているこの生き物ですね、生き物とあと音楽と、そしてこのライトのエフェクト、この3つをこう合わせ持った場所ってなかなかないんじゃないか、とてもエンジョイしていますということでした。 What about you? I wasn't really sure what to expect. I didn't really know anything about itBut it's a really, really cool exhibition. The glass and the light and the fish. It's really unique and really interesting.本当にこんなにね、素晴らしいものを期待してなかったので、とてもこのクールさ、本当に素晴らしいものをね、知れたなっていうふうに、とても喜んでくださっているようですね。Did you watch any performance today? On the stage? No? No? Oh, you missed it. You gotta come back for the great event. It's on. So please check your website, our website, and then please come back again, yeah? Yeah. Okay. Yeah. Please enjoy.Rest of the night. Thank you so much. トーマスさんとジーンさんでした。ありがとうございました。Thank you. Enjoy. さあ、そしてもしかしたら先ほどちょっとね、本日初日にパフォーマンスをしてくださったお二人が
私の目に飛び込んできたので、ちょっとね、インタビューしてみたいと思います。こんばんは。こんばんは。そしてお疲れ様でした。ね、実は今日、とっても素晴らしいパフォーマンスを見せてくださったお二人なんですが、まずお名前から伺っていいですか。ダンサーのナンシーです。うん、アロエです。ということで、今日はどんなパフォーマンスをされたんですか。ぜひ視聴者の皆さんにお伝えください。ボールを使ったパフォーマンスでダンスをさせていただきました。今回からこのアクアクアリウム、今回初めてボールを使ったパフォーマンスでさせてもらってるんですけれども、はい、なかなかですね、ボールを使ったパフォーマンスで和装見たことなかったので、私はすごく衝撃を受けたんですが、もうそこはどんなところからインスピレーションを受けて本日は音楽を選んだりパフォーマンスのスタイルを選びましたか。去年も、お客さんで見に来ていただいたんですけれども、本当にお客さんで遊びに来ててすごく大好きな方で、ぜひやらせていただきたいなという話で、音楽は、使われていたオイランという曲、こちらのオリジナルの曲を歌わせていただいて、良かったです、すごく良かったです。この空間に合うようにマッチするようにイメージをして、はい、大きい水槽で金魚ちゃんが泳いでるようなイメージで作らせていただきました。とっても素敵なパフォーマンスでした。まあね、初日にふさわしい、かっこいい、そしてね、もう優雅なパフォーマンスを見せてくださいました。まあ、2年目ということなので、アートアクアリウム、これからいらっしゃる皆さんに今年のアートアクアリウムどうですか。今年のそうですね、アートアクアリウムは私たちのねパフォーマンスも入っているので、ぜひぜひ夜の時間も、はい、遊びに来ていただけたらとても嬉しいですね。あ、そうですか、はい。ちなみにいつか分かりますか。パフォーマンスデイ、基本的に週末土日のライトアクアリウムの夜の時間に、良かったです。というわけで、じゃあまた見る機会がありますので、お見逃しのないようにまた遊びに来てください。じゃあまた本当にお疲れ様でした。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ということでね、本当にね、豪華アーティスト、豪華パフォーマー、ウェブサイトをチェックして、ぜひイベントを見逃しないようにしてみてください。さて、それではこちらのお二人にもお話伺っていきましょうか。お願いします。はい、どちらからいらっしゃいましたか。そしてお名前も教えてください。神奈川県の横須賀市から参りました。参りました。星野智也です。智也さん、そして山本舞です。舞さん、どちらから。は神奈川の伊勢原からです。あ、伊勢原から、結構遠いですよね、はい、電車で来ると。そうですね、2時間ぐらい。小学生、同級生なので。小学校からの同級生だ、仲良しですね。で、今回どうやってアートアクアリウムのことを知りましたか。セブンイレブンでポスターが貼ってあって、それで気になりますよね、あのポスターね、はい。誰が行こうって言ったんですか。あ、言い出しっぺですね。言い出しっぺ。どうですか、来てみてよかったなと思いました。どうです。すごい綺麗で、もう一番はお姉さんのポールダンスがすごかったですよね。それのパフォーマンス、またね、週末やる機会があるということだったので、ぜひまた見に来てくださいね。お友達連れてこられましたけども、はいはい、どうでしたか。ライトアップによって金魚がいろいろ変わるので、すごい不思議な空間に巻き込まれた感じ、そして一作品一作品ね、写真を撮ってると絵になる、絵になる、なります。もうこれは本当に Facebook とかにね、もしくは Twitter にアップしたくなっちゃうような、そんな写真がたくさん撮れるんですよね。私ならではのこのアートアクアリアの楽しみ方みたいなのって見出しました。やっぱ音楽と一緒に、音楽もすごい独特な感じなので、そう、ね、すごい癒された、普通にアクアリウムって思ってくると全然違いますよね。全然違いました。びっくりしました、ね、水槽すごい一つ一つ形も違うし、綺麗で、見とれちゃったよ ね、じゃあ、まあ明日お友達にどんな風におすすめしますか。どうだろう。いやでも、1000円でこの迫力っていうか、絶対見た方がいいと思います。素晴らしいコメントです。
みんな行きますそれ、はい、確かに、ありがとうございます。素敵なコメントでした。ありがとうございました。ぜひね楽しみ、あ、なんかありますか、なんか言い足りないことがあるようです。あ、せーの、アクアリウム最高、お二人が最高、ね、本当にありがとうございます。この後もどうぞたっぷりとお楽しみください。ありがとうございました。はい、というわけで、いろんな、ね、来場者いらっしゃいましたけども、本当に、ね、各国からこうやって、ね、来てくださってて、各地から来てくださっている、本当に、ね、見る価値のあるそんな、アートアクアリウムなんですよね。ぜひ皆さんも来たくなったでしょう、来てくださいね。さて、一つ一つの展示物作品などを、ね、詳しくお伝えしていきたいなというふうに思うんですが、ここで絶対に欠かせないこの方に作品をご紹介いただきましょうか。それではご紹介しましょう。総合プロデューサー木村さんです。見つけました、木村さん、お疲れ様でした。あ、どうも、今回も素晴らしい作品をありがとうございます。なんとかね、昨日もできるかどうかちょっとね、うん、そうだったんですか。毎年のことなんだけどね、本当にこれみんながお客さんが入ってくる5分ぐらい前まで作業してるんですよ、うん、はい、毎回木村さんこの、ね、はい、細部にこだわりまして全てをプロデュースしているわけなんですけども、今回4回目ですよね。そうですね、この日本橋では4回目になりますね。日本橋では4回目を迎えるんですよね、はい、どうですか今回のアートアクアリウム、いろいろこう制作してきてみて、はい、どういうことをまず問いたいですか。そうですね、まあ毎回ねテーマは、まあ、現代における江戸の花街ということで、まあ、やっぱりそう日本の、ね、こう昔のこの文化の中でもこうどうしても日本文化ってこうどちらかというとおとなしめというか、まあ、わびさびとか、なんか、まあ、当然すごく僕もそういう世界観が好きなんですけど、それとはやっぱり打って変わってその華やかでね、こう力強いこう表現力を出していた日本文化というものもあるわけで、やっぱりそういうものをなんか体験、ね、体感できるような空間を作りたいなと思って、はい、やってます、はい、もうまずねここでちょっと作品を伺う前にちょっと聞きたいなと思ったのは、はいはい、まず木村プロデューサーのざっくりとしたプロフィールと、はい、なぜこのアートアクアリウムをやろうと思ったのかってことを簡単に聞いてもいいですか。まあ、なかなか簡単にって言ってもね、ね、ちょっと大変なプロフィールがあるんですけども、プロフィールだけで3時間かかります。まあ、簡単に言うとですね、うん、やっぱり僕はそのアートアクアリウムというのはいわゆる観賞魚と、まあ、呼ばれている魚たちがこの世の中にいるわけで、はい、まあ自然からね、うん、連れてこられたって日本人間の世界で観賞魚と言われている魚たちもいれば、うん、はい、こう金魚のようにもう人間にこう観賞されるために作られて人間の手によって全てが生み出されている観賞魚もいるわけじゃないですか、うん、まあ、そういうふうにいろんな観賞魚というものが存在しているわけで、うん、そして僕はもともとはこういうそのことを作り始める前は、まあ、魚自体をこう扱う仕事をしていたわけで、うん、まあ、観賞魚をですね食べる方じゃなくて、はい、まあ、そういうことをいろいろやってきた中でその、まあ、自分のその身近に結局いる僕の人生の身近にいることになったその観賞魚たちの一番のこのこう晴れ舞台っていうかね、うん、やっぱり人に見られるために存在して観賞魚と呼ばれているものがね、うん、まあ、このアートアクアリウムがあろうが僕が生きてようが関係なく世の中にはたくさんいるわけで、やっぱりそういう魚たちの一番のこの晴れ舞台みたいなものをなんか用意してあげたい、うん、やっぱそうい こう気持ちが ね、まあ、自分がこう観賞魚とともに歩んできた人生の中で、うん、まあ、思ったっていうのがまあ一番簡単な答えかな、うん、ということなんですよね、はい、本当にアクアリウムデザイナーと言っても過言ではない、ね、はい、ご職業になるわけなんですけども、まあ、はい、なかなか、ね、そういうご職業の方ってお会いしたことないじゃないですか。なので今日はいろいろと教えていただきたいと思います、はいはいはい、まずは一作品目からぜひご紹介ください、はい、そうですね、まあ、多分今までずらっと、まあね、今までの新作品は見てきたと思うんですけど、はい、まあ、今回のまあ新作、うん、のまあ一つ、まあ、これがリフレクトルリウムっていうね、うん、はい、ものなんですけれども、うん、まあ、これねちょっとこうやっぱテレビのカメラが映っちゃうとちょっと色がね、うん、飛んじゃうんで、うん、ちょっと残念なんですけれども、まあ、今多分画面で見れば分かるように、まあ、いろんなこうレンズのようなものが水槽面についていて、うん、まあ、これがその大きく金魚がこう見えるレンズだとか、でもカメラちょっと近づいたり寄ったりちょっとしてみてくれる、うん、カメラさん、はい、近づいたり離れたりしてみてください、うんうん、
あ、ね、じゃあちょっと後ろから、ね、後から ね、またご覧入れましょう。で、まあそういうその大きく見えたり小さく見えたり、うん、いろいろとこういろんな面白い見え方がする、うん、でこれも覗き込むともう本当にすごい遠くにいっぱいね金魚がいるように見えたりとか、まあこれなんかすごく大きく見えたりするでしょ、うん、まあ、そういうその何かその金魚が泳ぐことでいろんなアクションがこう起こるような、まあ、そういう作品なんですけど、はい、本当にワクワクしますね、はい、こういった発想ってどこから来るんですか。まあ、よく聞かれるんですけどね、まあ、もうなんかある時に、まあ、大概僕の場合はですね、あ、そろそろ新作を決めないといけない、新作を決めないといけない、新作を決めないといけないと言って、もう最後の本当のギリギリにもう今言わないと間に合わないよっていうのから大体5日ぐらい過ぎたところで思いつくという、はい、そういう時に降りてくるってよく、そう、こう降臨する、必ずおっしゃいますね。はい、そんな感じです。皆さんもそういうアーティストがあるわけなんです ね、はい、ね、じゃあもう一つ作品を、ね、はい、ご紹介いただきますよ、はい、さて、もう一つ目の作品はどういった作品なんでしょうか。はい、これがね、これはパラドックスリウムって言いましてね、はいはい、まあ、これなかなかこうどんなかこういうね、もう、まあ、ちょっと面白いでしょ、ほら、ね、本当だ、ちょっといろんなアングルから見るとよくお分かりになるかなと思うんですが、うん、はい、ね、で、まあ、ちょっとね、今ここに入ってるこのパロットファイヤースプリットっていうね、なんだなんだ金魚じゃないじゃないかっていう人もいるんですけど、まあ、この魚たちは毎回このアートアクアリウムには必ずそのゲストとして来てまして、じゃあゲストお客様なんですね、はい、これはまあ台湾の方の魚なんですけれども、まあ、これも日本でいう金魚と同じように人の手によって鑑賞されるために生み出されて、人の手によってでしか世の中に存在できない、だから自然発生的にその辺にいるわけじゃない魚なんですよね。まあ、なので、まあ、金魚と同じ、まあ、まあ、漁生というか人生というか、なのでゲストとして鑑賞魚で台湾代表として呼んでるんですけれども、あ、台湾海外アーティストですね、じゃあね、そうです、はい、招聘された感じですよね、はいはい、まあ、なんですが、まあ、このアクアリウムの方の説明に移りますと、うん、はい、まあ、これもその、まあ、パラドックスっていう、ね、まあ、言葉もう非常にややこしくて、辞書で引いても何を書いてあるのかわからないんですけど、まあ、いわゆる矛盾とかね、うん、はい、それとかその自分がこうだ、こういうことが正しいと思ったことが、いわゆる意図してたことがこうちょっと覆されるんですよね、はい、そういった意味があると思うんですけども、これまさにそういう説です。だから、まあ、遠くから見てるとまさかこれがへこんでると思わないでしょ、うん、あ、確かにそうですよね、うん、すごい遠くから見るとね、それで、まあ、この魚たちちょっとね、臆病なんでね、毎回そうなんだけど慣れるまでね3日かかるんですよ。なのでちょっと今端っこいっちゃってるんですけど、まあ、魚がいるとですね、まあ、魚が普通にいて、普通のこういう形の水槽かなと思いきや、このいわゆる作品はいわゆる直立面が一つもないんです。全てこう必ず直立じゃなくてですね、そして、まあ、自分がこうやって魚たちが見えるだろうと思って近寄ってくると、うん、いきなりほら見えなくなっちゃうでしょ、これ、はい、今ここ見えないでしょ、誰もいないですね、うん、はい、海外アーティストいない、あれ、ここに何でいるんだろうって思うといないでしょ、いないです、はい、だからそういう、まあ、本当にそのパラドックスな世界が広がる、その遠くで見てると魚の存在ある程度分かってきて、近づいてくると角度とかで見え方が変わってくるんですよね、はい、だそういうその、まあ、パラドックスっていう言葉そのもののアクアリウムなんですけど、まあ、今回その、まあ、向こうにもそのいわゆるリフレクトリウムの、まあ、ちょっと形がね、はい、違うバージョンがあるんですが、まあ、これらはまあ、もうアートアクアリウムを常連のね方は分かると思うんですけど、そのプリズリウムっていうね、うん、もうダイヤモンドみたいな作品があるんですけど、もうそのプリズリウムの流れを組むシリーズ で、うんうん、でこのシリーズは何かっていうと、まあ、例えばこの魚が泳いでなくても、うん、それだけでも置いてあっても、うん、もうオブジェクトとして、そうですね、アートとして成り立つというも、ね、はい、もちろん全てのアートアクアリウムはそうなんですけれども、うんうん、特にそういうことを考えて作ってるシリーズの新作が、まあ、今回3本、リフレクトリウムの、まあ、ナンバーワン、ナンバーツーと、パラドックスリウム、はい、これはね、実際やっぱりこう写真とか、こう映像じゃなくて、これは見て体験型ある、うん、そうですね、体験型、まさしく言おうと思ったのは、はい、生放送じゃ多分今伝わってなかったと思うんですね、パラドックスの意味が、はい、ぜひ肉眼でね、はい、ご自身の目で確かめてくださいね、はいはいはい、さて次の作品もお願いします。はい、どれぐらいね、これすごい5000匹いるということですけどね、金魚ちゃんが何種類ぐらいいるんですか。これはね、最近僕もね、その必ず金魚じゃ何種類いるんですか、
聞かれるんですよ。そうですよね。だけど僕はそのこのアートアクアリウムに関して言えばね、うん、的な考え方で言えば、金魚っていうものは全部作品なんですよね。なるほど。あ、生きたアート作品、うん、だから例えば龍金っていう金魚がいても、全部白とか赤とかの入り方が違ったり、確かに尾っぽの長さとかね、形が違ったりするわけですよね。でその種類っていう感覚じゃなくて、僕は作品として展示しているので、だいたいこれ全部で5000匹いるの で、 そうです、ね、5000種です、はい、これがアートアクアリウム的金魚の数え方です。あ、今まで僕ねずっとそれをねマスコミの方にも聞かれ続けて、うん、まあ、50種類なんですけど、でも数えると50以上いますよねって言われて、でそれ何ですかって思うと、いやこれとこれ同じなんですかって言うと、やっぱデメキンにも黒がいて赤がいてキャリコがいてね、違いますもんね、虎がいて、もういろんなものがいるわけ。だからそれはそうで、さらにその中でも同じサラサでも白の入り方、赤の入り方が全然違ったりするわけ、うん、金魚っていうのはもともと魚種じゃない品種ですからね、はい、だから作品です、はい、なので5000種います、はい、それが答えでした、はい、ありがとうございます、はい、そして、はい、うん、これでね、またこれがちょっとねテレビのカメラだとこのね、カメラのこのライトでちょっと残念な雰囲気になってしまうんですけど、あの、まあね、今これはちょっとあのナイトアクアリウムの時間になりますと、はい、まあ、なんとねドリンクをね、そうですね、皆さんのアルコールをお楽しみになりますから、はい、飲みながら楽しめるということで、はい、あのちょっと今カメラが来たから雲のこちらそうにいなくなってしまいましたけれどもここでこう飲みながら、まあ、ここでこうね飲みながら見れるように置いてあるもので、まあ、昼間はちょっとないんですけどこれは、はい、まあ、これがあの今回あのアースアクアリウムジャポニーズ、はい、またネーミングがいちいちすごいかっこいいですよね。まあ、いや、あのね、もうちょっとコピーライターの仕事やろうと思ってしょうがない。もうね、それこそもう魚がいなくてもいいオブジェアートを始めたりとか、もうそのアーティスト感は幅広く広がりますね。そうですかね。まあ、そのうちあのこれ人気なくなったらそういう仕事しようと思って、今履歴書にいろいろなんか書こうかなと。テレビタレントももういけますからね、アクアリウム TV でね。そうですね。はい。なんですけど、はい、これはあの、まあ、地球 の、ね、あの世界地図が、あ、本当だ、よく見るとこの巨大水槽に書かれてまして、ちゃんとあるオーストラリアがもう巨大でしょ、うん、そしてあの外側にこの水がこう溢れてきてるわけですよ、うん、流れ落ちていて、はい、実はねこれね回ってるんです、アースだから。よく見るとゆっくりちゃんと自転してるんですよ、はい、地球が、はい、すごいでしょ、すごい、はい、芸が細かいです。作品のアートが細部までこだわってらっしゃるのよくわかります、はい。でこのアートアクアリウムはもともとはね、まあ、海水魚を中に泳がせて、うん、でまあ、周りにそのサンゴ礁を作って、うん、こういうなんかこう自然環境的なことをテーマにした、あの展覧会をやった時に、うん、まあ、六本木のスカイアクアリウムで環境というテーマで2008年やったんですけど、そうですね、もう5週何回で、ね、行われたわけですもんね、はい、その時に、まあ、発表した作品なんですよ。まあ、ただそこからまあしばらく封印してまして、そしてまあ今回はこのジャポニズムという形でね、このまあアートアクアリウムのこの世界観に合わせた、まあ、ちょっと今ねテレビのカメラで見えないですけど、はい、まあ、ライティングをね、うん、まあ、いろんなこう、ほら今分かるでしょ、これ、これ分かりやすいね、分かります、回ってるんで、うん、はい、でまあ当ててですね、そして錦鯉、鯉なんですね、はい、金魚じゃない、やっぱりね、まあ、ちょっとね金魚の量っていう感じなんですけど、やっぱりこれはこの全体的にこの和のね、表現をした展覧会なので、やっぱり錦鯉っていうのはある意味金魚以上に日本のいわゆる、はい、あのものなので、なので、まあ、最近は錦鯉も必ずどっかに入れるように、はい、してます。確かにね、世界で言うと金魚で言葉は通じないけども、はい、鯉だと伝わったりしますからね、はい、そうですね、世界でもやっぱり鯉はもう本当に、もうアート作品であるってことはよく知られていると思います ね、 うすね、はい、もう本当に海外のアーティストやお金持ちからは、ね、一匹うんぜんまんの鯉を集めていらっしゃる方も多いようで、まあ、なのでそのね、この錦鯉を泳がせて、いわゆるこれはまあ今回ちょっと宇宙的なね、この感覚も あるように、この空間は実はその円でいわゆる丸で構成されてるんですよ、はい、そしてこの丸窓のこの円のこのいわゆるアクアリウムがあって、でここに球体があるわけですよ、でね、よくほらあの丸窓っていうのはほら宇宙とほら繋がってる、うん、はい、ね、言うじゃないですか、うん、だからここってなんかちょっとやっぱスペーシーな空間にしてあって、だからこれは宇宙から地球を見た時に、その地球がその日本の美によってこう
いわゆる包まれているなるほどそういうことをイメージして錦鯉のこの柄というか錦鯉がここに泳いでて、うん、そのアーサーアクアリウムを錦鯉での色になっているっていうそういうことなんですよ、はい、もうあの卓越してスピリチュアルに入ってそしてもう木村 P は宇宙に行ってしまいました、はいねちょっとね、そろそろ見えてますねいろんなものがね、はい、そのうち火星でやろうかと、はい、そう間違いないですね、はいはいはいまあ、そういう期待してますそういう作品ですはい、はい、素敵な本当に作品ですよね、はい、本当にあの本当に壮大なテーマなんですねこうやって伺っているととても面白いですはいそしてそして、まあ、じゃあ、うん、ちょっともう最後のね、はいご紹介いただきましょう、はい、何をご紹介いただけるんでしょうね、まあ、これはもう、まあ、なかなかこう旅に役に立ちますね金魚が泳いでるシーンってなんでこんなに涼しげで優雅なんでしょうね気持ちいいはいドーンあードーンこれは今回はですねあのこのビョーブリウム、まあ、アートアクアリウムファンはよくもご存知かと思うんですけれども、うん、ビョーブリウムの2分かりましたこれビョーブとアクアリウムをかけてるんですねそうですビョーブリウム言いづらいですはいビョーブリウム、はい、言えないです私、はいはい、今これがその今回、うん、今までのビョーブリウムはこの半分の大きさですはい、そうですね確かにそれであのまああえてそのやっぱり屏風絵をイメージしたプロジェクションマッピングを当ててたので、うん、あの墨絵をねイメージして白と黒の墨絵の風の世界だけで表現してたんですよ、うんはい、だけど今回はあのちょっとカラーも入れて、うん、そして映えの12面、うんはいまあ、そういうその規模にしてですね映像も全部刷新しまして、それでまあ今まではその半分の6面でやってたんですよね、うんで今回倍にして12面になりましたので、まあ、ちょうど12ヶ月じゃないかということで、はいうんまあ、花鳥風月でそのいわゆる12ヶ月を表すということをテーマにいわゆる映像を作ってだからまあ最後の方とかね全部 の, そのシーンがこの1枚ずつに出てくるんですけどうわ、はい、そういう世界観一連を皆さんご覧になってるからこちらに椅子が用意されていて、ね、皆様、はい、あやっぱりねもうカップルの方とかにもいいですよね、はい、寄り添ってご覧いただくそういった場所でございます、はい、そうですねはい、じゃあその一連をぜひ、大体どれぐらいなんですか？これ大体5分ちょっとぐらいですかね。5分ちょっとぐらいで、はい、それでやっぱりね、両ブリュームの楽しみ方っていうのは、はい、なんでしょう？まあ、もうアートアカリウムファンは分かってると思うんですけど、うん、この両ブリュームはリアルとバーチャルの融合なんですよ。はい、リアルとバーチャル、はい、何がリアルと、それがもうテーマで作ってまして、はいまあ、いわゆる後ろにある映像、うん、これはもうバーチャルですよ、うんでその前に泳いでいるのは金魚はこれリアル確かに、はいうん、そしてもちろんその後ろにバーチャルがあって前にリアルの金魚が泳いでて、まあ、それでもいいんですけれども、うん、最終的にはですねこの金魚でできた影これで後ろのこの映像を完成させるんですよ ね, はいそこでこう融合するわけそしてたまにこの水門とか、うんまあ、いろんなこう水の動きとかっていう映像をわざと忍ばせてるんですけど、うんちょうどそこの真ん中とかにこの金魚が来たりするとその金魚はまさにそれを起こしたかのように見えるようなギミックとかですねそういったものが計算されてる出てるんですよね、はい、うわーすごいですねそういう現代アートの部分とね、昔からあるそれこそ金魚というそういうアート、はい、文化を掛け合わせた素晴らしい作品だと思います、はいはいね、そのカメラまで行けるそこそこまではもうご紹介しちゃいましょうか ね, ょっとねせっかくなんで ね, 最後のねはいあーうわー、これもスペシャルな作品ですね。ディスプレイアクアリウムって言いましてね。ねえ、はい、これでまあちょっと喉も乾いてきたんでちょっとね、最高ですね、はい、ありがとうございます。アートアクアリウムって言ったらもうダッサイダッサイになっちゃいましたね。もうねダッサイってどこで飲むって言ったらアートアクアリウムです、はい、もう他のレストランなかなか飲めなくなっているというななけどストアでもなかなか買えなくなっているアートアクアリウムではフルラインナップで、はい、そうなんですよ、はい、京橋にある脱菜バーでも2割3分買えない時ありますから、はい、だけどアートアクアリウムでは飲めるんですよ。もう脱菜といったらアートアクアリウムで、これがもう脱菜シーソーですね。すごい、はい、もう日本酒が絶対飲みたくなっちゃうそんな作品となってますね、はいね、これはずるいですね。ずるいですね。なんでね、ここまで、ね、脱菜がね、よくわからないですけど、うん、ね、絶対飲んじゃいますよね、はい、これは、はい、だけどまあ、やっぱり脱菜を美味しく飲むにはアートアクアリウム脱菜スパークリングいただきたいと思います。今回も本当におめでとうございます、はい、素晴らしい作品です、はい、乾杯。
当飲みやすくて美味しいね。本当にね、はい、これは女性も男性も大好きな、はい、そんなねお酒の作品ですよね、はい、これもね。毎週木曜日は獺祭ナイト。そうなんですね。どんなことを行われてるんですか、獺祭ナイトって。毎週木曜日、毎週木曜日は本当にそのフルラインナップでも獺祭だけをもうプッシュして、うん、はい、やるナイトで、これはもう4年、ね、今年で4年目続けてます。はい、じゃあ週1では絶対ね、はい、木曜日は獺祭がガブガブ飲めるということで、まあ、もちろんあの木曜日以外もあの普通にちょっと飲めますけれども、ね、うん、まあ、ただその気合の入った獺祭ナイトは木曜日。楽しみですね、はい、これもね、はい、また和を感じながら日本酒を楽しみいただいてはいかがでしょうか、はいはい、そしてあのイベントの情報が入ってましたけども、はい、ご覧ください、お持ちしましょう。はい、なるほど。なんとね、うん、頭から今回剣士ですか。はい、すごい、ね、ビッグ DJ アーティストですよ。そうですね、はい、まあ、やっぱり今ねお酒の話で終わっちゃいそうになりましたけど、びっくりしました。ナイトアクアリウムってのはやっぱりあのいろいろね、あのさっきあのポールダンサーのね、はい、もうあれもポールダンスって言ってもその和のね、このアートアクアリウムに合ったその雰囲気のテイストで、うん、あの踊ってもらってね、うん、あのしかも自然発生的にやりますので、そうなんですね、はい、なかなか面白いこのいわゆるストリートパフォーマンスみたいな感じでやりますので、うん、まあ、それ以外にも、まあ、バチッと決まった展開としては、あの毎週土曜日、有名どころのね、うん、もう頭に剣士が来ちゃうぐらいですから。サマソニとかフジロックの話ですよ ね、 すね、このアーティストは、はい、もういろいろもう、うん、ね、もうイビザ帰りの DJ やら、ね、うん、もういろいろな活躍してるアーティストやらが、うん、あの全部こうあのナイトアクアリウム盛り上げるんですけど、はいはい、その頭を先陣を切って、うん、あの剣士、明日だ、そうです、明日12日その通りです、土曜日週末スペシャルやりますんで、うん、あのぜひあの普通この人なかなか見れませんから、うん、はい、それをなんとアートアクアリウムのナイトアクアリウムは入場料同じく1,000円。すごい、はい、信じられません、はい、アートアクアリウムを見に来ると剣士がおまけについてくるという不思議な、信じられない、不思議な、ね、しかも獺祭飲めないのに飲めるし、ね、飲めるしね、あの普段飲めない獺祭が普通に飲めて、まあ、もちろんこれお金いただきますけど、はい、あのそして、ね、普通見ることすらできない剣士がタダでついてくる、そんなナイトアクアリウムに明日必ず、もう19時から、はい、ただあの皆さん誤解のないように、あのアートアクアリウムからナイトアクアリウムの移り変わりは特にあの、料金の変動とか、はい、途中であの入れ替えとかありません、はい、素晴らしいコンセプトです、はい、まあ、ただね、なるべくならせっかくだから浴衣でね来てくれるぐらいのなんか盛り上げはやってもらいたいな、うん、あ、いいです ね、 うん、ね、うん、はい、ぜひね、そこはもう含めてね、お楽しみいただきたいと思います、はい、じゃあね、今回の明日のね、うん、まあ、剣士から始まり毎週土曜日はいろんなアーティストが盛り上げますんで、はい、はい、もう本当に ね、 ね、ウェブサイトでどんなイベントが行われているのかぜひチェックしてください ね、 そうですね、あの若干やっぱり、うん、あの昼間の混み合いよりは夜の方がちょっとゆったりしてたりしますんで、うん、はい、そういうこともありますんで、皆さん、うん、ナイトアクアリウムよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ね、アートアクアリウム、そしてナイトアクアリウム初日を迎えました。ここ日本橋三井ホール、今年も開催されているわけなんですけども、皆さん、はい、アクアリウム、このアートアクアリウムを100倍楽しむコツ、まあ、僕ならではの楽しみ方なども含めてぜひ教えてください。そうですね、うん、あのちょうど今締めになっちゃいましたけど、はい、まあ、あの気持ちよく見れるっていう意味で、うん、あのたまにね、お客さんに言われるんですよ、あのこの金魚ちゃんたち、終わったらどうなっちゃうんですかとか、はい、うん、すごく水槽がね、うん、中が綺麗すぎるんだけど、うん、ご飯ちゃんと食べてるんですかとか、そうですね、どうやってお世話されてるんだろうとかね、5000匹いますから、あのもうアートアクアリウムは、うん、もう餌をすごい、もうね、本当にそれこそ高価なラクトフェリンとかポリフェノールとかが入ってるようなですね、乳酸菌ってことですよね、ラクトフェリンとか、ね、すごい、まあ、あるとあるそのメーカーさんのね、すごいちゃんと作ってるんですね、ところに協力もしてもらいまして、本当に高栄養度の高い、うん、餌を毎日鬼のように食べてます、はい、うちのアトアカネスタッフよりもエンゲル係数高いです、高いし、はい、それで、ね、健康ですよね、はい、それでも本当にとんでもない金額をかけた水質浄化装置を開発し、それも本当にとんでもない、それこそお金の話ばっかり言っちゃうんですけど、うん、本当にそうなんで、うん、かかってしまうような、うんうんうん、その高速高濃度のね、培養しているバクテリアっていうものを活用して水をきれいにし、だからこんなにきれいなんです、ね、そしてそれだけでもきれいなだけじゃなく、うん、
アートアクアリウムは皆さんが11時半にお帰りになってから朝まで生態管理スタッフが入ってですね、毎日その魚の面倒からやってるんです。本当に朝まできっちりやってます。毎日1日も欠かさず、そういうそのいわゆる魚に対しての愛情というものをきちんと持ちながらですね、やっていましてね、だからまあ僕ももともとその魚をきちんと扱う業界をねずっとやってきた上でやってますんで、ね、僕適当に考えて誰かにやらせてるじゃなくて僕は選挙してやってますんで、はい、なのでアートアクアリウムというのはそういうね、本当にお魚さんたちに愛情いっぱいでフルメンバーでね、すごいもうこういう演出とかも、まあ、最初に言いましたけどその観賞魚の一番の晴れ舞台ということで用意してますんで、それだけ愛情を、持ってやっているイベントですので、そういうこの金魚ちゃんたちお魚ご飯食べてるのかな、どうしてるのかな、この後どうなっちゃうのかなって、これはもう元来た金魚の池にちゃんと戻っていきます、はい、でもっとすごいのは生まれたこの会場の中で生まれた金魚がそのまままた子供たちがデビューしたりしてもしてるぐらいなんですよ。なのでそういうこともありますので、ジュニアは見えてるわけですね、子たちは。なので全然そういうお魚のことはですね気にしないで気持ちよく見ていただけるのがアートアクアリウムです。それを最後にお伝えします。木村 P の、ね、周りの金魚の方がよっぽど栄養バランスが良くてそして健康であり、はい、ハッピーであると、はい、スタッフの人間のスタッフの方がもしかしたら辛いかもしれない、ね、はい、今度ではもっといいものを食べさせてあげてくださいね、人間にもね、はい、というわけでね、はい、ぜひ海外展開なんかも期待しているので、はい、頑張ります。いろいろとこれからねまたアートアクアリウム、はい、未来を持って宇宙にもやれるって言いましたので、はい、火星でぜひ皆さん応援してください、はい、そしてぜひ足を運んでいただきたいですね、はい、はいはい、それでは今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さん素敵な夏をお過ごしください、はい、Have a wonderful summer. Bye bye. See you next time.